よし、というわけで、今日もね、やっていこう。ゲートオブゾディアックをやっていきますよと。よし。で、前回は、時計塔クリア、無事ね、クリアしましたんで、主級の方に行けるようになりました。この北のね、主級の方に行けるようになりましたんで、こっち、早速ね、進んでいこうと思います。こっち通れる。おい、来た。さあ、主級に来ましたよと。あ、一応あれ、魔法つけようか。魔法つける。魔法つけるって。おい、おい、じゃあこっちから行こうか。左から。おい、あ、う、おー、戻れるの。はい。あ、うん。ってことは、端っこから始まったわけではない。半魚人。新しいの来たな。半魚人か。また戦っていこう。この辺は。あ、強い強い強い。だい、あ、大丈夫そうだな。よしよし。おぉ、インス、あ、インスマウス。聞いたことあるよ。インスマウス聞いたことある。だが、2匹ぐらい倒したか？強いな。強くない？とりあえず眠らせよう。よし。よし。いけるいける。はい。あと1匹。よし。2400。うわ、だいぶもらえるな。毒針。はいはいはい。お？よ。ほい。あ、マップなんだっけ？ C か。すぐマップの存在忘れちゃう。インスマン。うわぁ。イラプト、はい、これはいいよ。はい。よしよし。あ、中身呼ぶのかい、君。あ、5匹全員出てる。あ、でもだいぶ全体にいってるから、もういけるんじゃないかな。よっしゃ、3000。インフレしてきたな。インフレしてきましたよ。ちょっとね、マッピングして。おい。よっ、はい。あ、怪しい化け物。わかんないよね、強いかどうかが。じゃ、銀槍やって、眠らせて。あ、寝る寝る寝る。全然効くね。全然効くけど、全然死んでないな。はい。はい。よしよし。あ、結構死ぬね。ショゴス。うわー、やっぱやばい。やばいのが出てくるようになってるね。よし。ギロティン来た。よしよし。カマ。カマさ、そう、装備できる人いないんだよね。ほい。大丈夫？はい。あ、悪魔来た。わあ、かわいい。ブロンディ。かわいいじゃないか。悪魔なのか、これは、本当に。天使じゃないのか。天使じゃないのか。あ、いいね、45。いいね、いいね。はいはい。よ、はい。イラプト。うわ、全体じゃん。いや、もうそろそろ倒せるんじゃないかなと。踏んでる。よ。よし。2000。あ、特に何もなし。いやいや、強い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 。強いよ。あ！これは？ワープしましたね。あ、ワープしましたね。あ、なんだ、嫌がらせ的な。いけそうで？こう、一歩進むとワープさせちゃうんだな。そうだよね、これ。すごくない？ワープして、ワープして、ワープして。反対側とか、ここは？おい。おー、やめてくれ。怖い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 。はい、ショゴス。まあ、危ないな。よしよし。いいよいいよ。いや、ショゴスちょっと強いな。と眠らせればよかったな、普通に。普通に考えて眠らせればよかったんだが。はい。
はい。あーもう遅かった、時すでに遅し。どうしまったよ。広い星のせい。うわ星のせい、これ星のせいかい、やばいよこれ。よし寝る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 んだが一個に倒せてないぞ。まだ一匹寝てる。よしよし、オッケー、オッケー、はい頼むよ。よしよし、盾ちょっと広いな。おーい魔獣、あ初じゃない魔獣って。5匹か、はい、そんな効かないな。火眠りは大体効く。あーそこでもそんな効かない。あ魔獣そんなに強くないぞ俺は。ヘルハウンド、しかしそんなに強くない。はい、よしよしよし、怪しい化け物か、名前忘れたが。おいあと1匹、オッケー、真ん中で聞いてないよ。はーい、いやここ絶対隠し扉ありそうだがこっち行ってないね。はい、こっから来たんだ。ほい、おっとダークゾーンか。1,2,3,4,5。あこれループしてんな。おい、まあ、なんだろう、メタルデクメタルデク来たな。あ結構来るな、危ない、シンマリスク危ない。はい、あしよし、あもう死ぬターンだこれあこれひたすらループしてる。うわーちょっとこれまずいな、このダークゾーンは。あ別にあれか、あれを見れば、普通の本当のマップを見ればいいの。進んじゃったまあいいや。呪文を唱える。はい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 。でこっちの、はい、おお来た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 来ちゃって、ちょっとワープワープでさ、あの先に行けないから、これ左、はい、よっ、あん2つ入ったが、ちょっと待ってもう一回やろうか。うわあよっ、違うよっ、はい、でこっち向いて行き止まりまで行く。はい、スムーで右、はい右、あれ左、あ抜けた、よしよしよし、ここはよしよしよし、はい、よっしゃー、あ反対来た、あここも、うわー隣も一方通行だ、危な、怖っ、よしとりあえずこっち側に来たな。インスマンス、よし、さてよっ、どっちすんだ、そっちか、はいはいはい、まあ、埋める、ん？なんだこれは、あこれ一方通行だね、危ない、これ何、ほあこれ結界、あ両方とも結界よっ、なるほどここ戻れるんだよっ、はい、ローブの人影はまだ正体分かってないか。銀槍でしょ、よしギロチン頼むよ。おい、あー毒ガスかい、危な、ちょうどね、ちょうど持ってたよ、もうダメだよもうこんなことは許されないよ、よ許されざるだよ、よ埋めといて、はい
ほい。ほい。ほい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 。気の回り。はい、気づいてない。キマイラー。例えば、あ、これは、単品出現ということは強いってことだな。そういうことだね。水、風、水、風、風とかね、というか。単品出現ということは強いということだ。13。はい。ああ、え？弱っ。え？弱っ。棒刃物。キマイラ弱っ。違ったね。このダンジョンの単体出現枠ではなかった。お、ほいほい。え、で、はい。悪魔、あ、来た。悪魔。悪魔ね。かわいい。かわいい悪魔ちゃんかい？君は。また。いや、もうそろそろいけるっしょ。大丈夫か？後ろ。よしよし。これか。強い枠これか。強いよ。強いよ。よ。はい。ショゴス。はい。はい、オッケー。はい。はい、はい。一応場所をね、確認しつつやらんと。あ、はいはいはい。うん、あそこダークゾーンじゃないか。こっち。この、あ、この先の扉見てないんだ。なんか広い。いや、ちょっとやめてよ。ショゴス。ショゴスくん、やめてくれよ。よしよし。お、オッケー。おい。ちょっと広いな。これこれ、おい、よっ、ちょっと広いと不安になるからね。あ、一歩通行か。一通はつらいよ。おい、ちょっと待ってこれ。え、しかもこここの一部屋だけ。いや、奥に行けるっしょ、絶対。行けないかな。よっ、うわ、ここもか。に。はい。え、ここも？うわぁ。いや、一歩進んで右側行けんじゃないか。で、右向いて、あ、ないです。はい。ここは？ない。こっちはこれ、あ、ちょっはい、キマイラ。いや、キマイラは弱いよ。おい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 、そういう感じか。これは弱くないと困っちゃうね。ほい、おい、お、またか、鎧型の悪魔。やったと、あ、わかった。ごめんね、ごめんね。ということは、ここかい？よし。やった。青銅製の鎖でがんじがらめにされる形で、一振りの剣が封印されている。どうやらこれが鎧型の悪魔が言っていた鎧と一揃いの武具のうちの一つのようだ。青黒く、剣能な、剣能な形に突起した刃を持つ長剣はいかにも触れるものすべてを無差別に傷つけそうな雰囲気がある。鎧型の悪魔は嬉しさを隠そうともせずに語り出した。そいつは嵐を呼ぶ剣だとか呼ばれているやべえ剣だぜ。持ち主には周りにいる敵味方全員から幸運を吸い取って与えるなんて言われててな。その歯に刃に触れたものは触れたやつは誰も彼もみんな首がポンポンすっ飛ぶんだ。やべえだろ。やったー。嵐の狂犬。
やったー。これ呪われてるかな。あ、でも大丈夫だよね。鉄鋼が持てば大丈夫だよね。じゃあアイテム見とこうか。誰もらった？アイテム、あ、これアイテム使うとかしかできないのか。あ、一応見れるか説明が。お、幸運プラス5、命中プラス、グループ攻撃低確率で即死。え、剣なのに。これ装備して平気なのかな。これE が装備した方がいいよね、絶対ね。猫ちゃん、あ、まあサブ武器としてとかじゃないからダメか。いや、これはちょっと怖いね。よよよよ、これまたですか、これ1マス。よほい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 。お、うわー、強制移動かこれ。うわー、これないよね。うわー、じゃあ一旦帰ろう。よっ、ほい。あ、子宮からも一発で帰れる。よし、あ、レベル3に上がるね。よっしゃ、宿。